どうもこんにちは、なっちでございます。5月の17月曜日、ガンホーコラボが始まりました。今回もね、めっちゃキャラクター増えました。もうガンホーコラボに関しては毎回新規コラボぐらいのねキャラクター増えるんすよ。何なんだ今回久々に貴族生に、交換できる枠、星7のベルテちゃんが追加されました。キミズデレッツ、どっかで見たことありますね。キミズデレッツといえばあいつみたいなね、最近そういうゲームですけど、性能見ていきます。聴覚性が7コンボ強化も選べるんで、火力めっちゃ出そうなんすよね。10コン7コンで、で無効貫通もつけれるんで、 L 字はまあいいとして、無効貫だったり火力用になってくれそうです。7コンの方がいいのかな。意外と7コンの方が良かったですってパターンもなくはなさそうだけど、7コンにしとくわ。ちょっと素直でよろしい。スキル2ターンで打てます。1ターンの間落ち込んだし、操作時間が1秒延長、ランダムで気と回復を3つずつ生成。セリカの代用ができそうでできません。セリカはやっぱロック解除が優秀なんで、セリカはセリカで今回積んであります。リーダースキルは気回復同時で半減15倍、気を6個につなげて消すとダメージを軽減3コンボ加算ということで、倍率が低いんです。倍率が非常に低いんです。ちなみにノーチラスをご覧ください。変身前で16倍、変身後はなんと24倍24倍だよ。なんで後々を普段使ってる人からするとちょっと火力の低さが感じられそうなので、サブに置くのが無難なんでしょうけどね。今回はリーダーで使っちゃいます。でこのダンジョン行きます。100火力ラン3。いやこのダンジョンめちゃくちゃいいよ。結局その裏魔門だったり裏魔老だったり見せたいのは後半の激闘じゃん。まあその攻略っていうね、このキャラでのこういう攻略方法があるよっていう動画もあるかもしれないけど、僕的には結局その最後の方の激闘が見どころだと思ってるんで、意味ないんすよね。序盤が話すことがないみたいな展開が多いんですが、このダンジョンはね短期決戦でよろしいと。昔も結構ね、あの降臨ラッシュ系の動画出してましたけど、今後これもメインにしていけるといいなと思っております。いや、チーリンの火力かわいい。さっきいけそうだな。変身する前に剥がしちゃうか。ちなみにお邪魔耐性はありません。今回は 20% とかではなく、そもそもありません。でもお邪魔耐性は最悪ね、捨ててもいいと思うんすよ。このダンジョンやった感じ、かれこれ10回ぐらいやりましたけど、そんな感じがしております。まあ詰めることに越したことはないんですけどね。暴れまくるらしいんで、こっちも暴れちゃいます。本気出しちゃいます。すまねえな。分かった分かった、こっちも覚悟はいいって、こっちが言いたい。こっちも容赦はしねえけどな。だよ、目標はボスまでに目覚めを持っていく。どうすこーい。どうしよっかな。そろそろベルテちゃんのこのね、ナチュラルサークル使えそうなんだけどね。でもこれ取っといて、欠損が一番しょうもないんで、ここらで使っときますわ。でこれセリカを打って無効貫通は組めますね。組んじゃいましょう。ただこのパーティーね、セリカで今2秒延長、セリカって何秒だっけ、1秒延長かして、だから8秒しかないんですよね。どっちかの延長は普段から使っていきたいってぐらいには短いので、無効貫通とか組む際には注意ですよ。まあ、僕の実力だからの話かもしれませんけど。うわー、なんだっけこいつ。なんかさ、やるんじゃなかった、パズルするんじゃなかったこれね。そうだよね。これでもさ、なんかそんな変わんないんじゃなかった。うわー、だる、すごいだる。やんなくていい、やんなくていいって言っても結局毒は残るんだよねこれきっと。お邪魔をとりあえず消すわ。じゃあ気持ち、あれもう一回消すんだっけ。もう一回組んでみせろって言ってくる気がすんな。あ、じゃあもう付き合うだけ無駄か。分かった分かった。これでさ、最後毒残しますとかやめてよ。残しそう。はい、未熟です。私は未熟です。残るよねこれ。だるいやつや。分かった分かった。うわうわ
キモいじゃんこいつ、何風化雪月キモいんだけど、だるいんだけど、だるいんですけどだわ。ただこいつの奇跡は若干欲しさがあるので、まあまあまあ相手してやろう、こっちもな。あ、消してくれるんだ、なんだなんだ。しかしルーレットがちょっと嫌ですね、これルーレットが普通に嫌ですね。目の前でルーレットしてくるやつとかいないから、まあ、できれば耐えたいんだけど、19ターンですよ。ジルはワンチャンしてくるから倒してもいいかもな。ジルはたまにしてくるもんね、ルーレット。ただコンボ数がねちょっとしょぼくなっちゃうんで、どうしても。てかそもそもすごい硬いわ、すごいすごい硬い生命体ですわ。てかこいつそもそも無効化張ってないじゃん。最近ありがちなやつね、めっちゃ硬いけど無効化は張らんよみたいな。それは大丈夫、今になってこういうキャラクター増えてきたんですよね。一時期はマジでさ、ボスはとりあえず無効化みたいなゲームだったけど、今になってなんかこういう無効化は一つの手段みたいな感じになってるんですよね。いやこいつのせいでちょっと目覚めを持っていけるかが怪しくなってきました。全力でいくぞ、全力じゃなかったらしい。うわー、いやゴミゴミですこのモンスター。誰が何と言うとゴミだと思います。目覚めは消されたし、もうやりたい放題じゃん。回復が消せないのは別に、あ、でもダメだな、リーダースキル出ないもんな。機回復同時で半減15倍だもんな。アリナは使わないといけなくて、でノーチラスが動けないのがちょっとこれしんどいですよ今。ただロックはナイスですよ、これも使っちゃって。ただこれ落ち込んなしになるんですよね、逆に自分の首を絞めた可能性もある。なんとか10コンボいってた、倒せると嬉しいんだけど、いけたわ。まあ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 、うわー、これで覚醒無効を受けるパターン一番しょうもないからやめてね。もう君嫌いなんだ、何の動画とは言わないけど君のことすごい嫌いなんだ。まあ間に合わんな、意外とルーレットが早いな、光消えんの困るな。はい来ました、うんこベレトといい君たちは何なんだマジで、なんでそこまで嫌がらせができるんだ。もうちょっと優しくしてくれてもよくない。ちょっとさ、新しいキャラ使ってる動画なんだからさ、なんかいいとこ見させてよ。あ、このキャラこんなに強いんだっていうさ、敵の引きが良くてもいいからそういうとこ見せたいやん。なんでこんな辛い道を歩んでるんです。まあでも耐え切りましたよ。これ逆に覚醒無効回復をしたら負けみたいなとこありますよね。さすがに覚醒無効中はね、打ってこないと思うんで連続 でここでもう一回やってきたら、うんこ、うんこを通り越す。はい、うんこ通り越しました、通過電車です。ここはさ、でもさ、火力上がるやつでしょ確かですよね。なのでここでノーチラスを使いつつだね。やんなよやんなよ、マジでここでやんなよ。ずるすぎ、マジ覚醒無効ダンジョンじゃんこれ。耐える、2倍よ言うても相手今。あ、言うてだな、めちゃくちゃ強いわけじゃねえな別に。耐え切ってやったぞクソ野郎あんまりクソ野郎とか言いたくないんだけどさ、言うしかないでしょこの AI は。うちの端末だけじゃないよねこんなの、みんなの端末もきっとこういうことしてくるんだよね、信じてるよ。もうマジルーレットは終わって、一旦ルーレット終わってもういいやん、ベレトとかやつ。誰なんベレトって、
そのレベルだよマジで。よいしょ、来ましたね。こいつの AI はね、ちょっと丸尾を全然やってない割にはもうこのダンジョンで把握したつもりではいるんですが、まあルーレットでもあと4分だからな、ルーレットお願いしますって感じでもないんだよな、もはや。ロックが降ってくるんで、とりあえずこれ使うじゃん。普通に耐久がしんどい可能性もありますけど。で、ここは落ち着いてまずは L 字を組む。欲張った結果である、闇も消そうとした結果である。これがどうせセリカ案件ね、お邪魔受けちゃうんですよね。いや非常に痛い、非常に非常に痛い。てかもうこれ使っていいわ。これもうちょっと早い段階で切っとかないともったいないな。ここでリフレッシュトーク普通に強いですからね、このフロアで。ロック解除してで一旦殴りますよね。欠損が起きそう、普通に欠損起きそう。でも意外と体力は減ってんな。15倍辛すぎって感じではないな、これ。回復が間に合うかどうかなんですけどね。あとはマニアってない。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張ったと思うよ。頑張ったと思うよ。もう今度こそボスまで目覚め持ってくからな、覚悟しとけや。いやー発狂しないよね。はい、そこで止まってください。これでまた闇目の窓からだったら泣いちゃう。あ、やった、やった、こいつやったね。倒せないね。バカやったなぁ、もったいない。お化け出ちゃう。さあ、ただいまです。帰ってきました。もうだいぶ冷静になったんでね、ちょっと頭を冷やしてね、もう焦らず行きたいと思います。目覚めは消えてしまったんですけどね、水目のは引いちゃったんで、とりあえずノーチラス、火は残るんで火で L 字を作っていきましょう。でもあんまりね欲張らん方がいいんだよね、本当に。自分のしたいことだけをした方がいい。欲張ってここでこのコンボ、ここでこのコンボとか考えてると、ビョイッとか言ってその半減すらできませんでしたっていうパターンが一番しょうもない。やばーい。これもうバレリアじゃね、バレリアだな。早くもバレリア行きたいと思います。多分間に合わん、めっちゃ木やって悔しいけど多分間に合わん。回復がやば、お邪魔やば。これさ多分セリカ、いや回復消すって可能性があるか。セリカだけで間に合いそうな気はするんだよね。回復今3倍とかでしょ、2倍か。いけると思うんで、セリカで回復消さないことを祈ります。大丈夫、さすがに追いつくと思うんだよね。素の回復力で5万回復すればいいだけ。 OK、アリナが溜まっている。アリナの裏が今回チャコルなんで、これ威嚇することによって後ろ止めれるんですよね。後ろの回復ダウン止めれるの結構でかいんじゃないのかなっていう説ありますよね。意外と威嚇が効果的なダンジョンなのかもしれません。そろそろやばいな。毒は食らいません、それが痛いんだよな普通に。じゃあここはベルテ使いの回復全力のね、で多分これいかないんで、半分までまだいかないんで、ここでノーチラス使いながら
スサノオですね。よし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 、いいんじゃない、可能性あるよ。ルーレット、ここでアストレイミスト貼ります。ノーチラス使います。回復もしっかりしんとね。なるほど、上に出すか回復は。回復の落ち込み来てもええんやで。でも多分足りるで。ナイスやで。半分切るで。で、ここで覚醒無効やん。で、チャコル使うやん。後ろ動かんくなるやん。で、一旦倒せるやん。っていうパターンですよ。っていうか、あれか、ジルはそうか、無効化があるのか。今気づきましたね。もうメヌアとかと殴り合いすぎて、無効貫通とかいう概念が僕の頭になかった。後ろ止まります。少しは楽になるぞ、これで。今、短縮を受けてるけど、まあ、これはいけるでしょう、さすがに。回復ね。なんかこの BGM あれだな、いろんな戦ってきた敵を思い出してあれやな、目の前戦とかの BGM の方が優しいかも、緊張感がないかも。セリッカノーチラス使わんといかん案件ですね。これどう思います、無効貫通でいけると思います、いけてほしいんだけど。いや、いける、きっといける、僕は信じています。行きましょう。その気になれば落ち込んとかも入っちゃうかもしんないし、頼むぜ。はいはいはい、どうですか。ああさようなら。いやー、ここは無効貫通だったね、結局ね。いや、でもいけそうだったよな、やっぱり。全然勝てなくはないポテンシャルはしてるんで、まあ、持ち。持ちね。ノーチラス持ってない方は、ベルチラス。ベルチラスか、ノーテ。も、まあ、なしではないのかなっていう感じでございました。ちょっと倍率が低いんでボスとか硬く感じちゃうのはあるんですけど、なんだかんだでその回復生成が優秀で耐久とかもできるんでボスで。てな感じで、今後降臨ラッシュもこうやって動画ネタにしていければいいなと思っております。以上、ナッチでございました。バイバイ。